はい、お泣き5日目になりました。ですね、寒い、今日も。寒くないですか？もう、なんか、もう寒い寒い毎日言ってますけども。ねえ、寒い、本当に。で、お泣き5日目ですけど、今日もね、朝、仕事終わって帰ってきたんですよ。ね、それ昼間。したら、まあ、ムラムラしてね。しましたね。やっぱり、一週間持たないですね。一週間持つって言ってても持たないですね。今日も相変わらず出てきましたよ。唇フェチがね。それで、本当に、今日、だってさ、だってさ、申し訳ないです。絶食ってのやってるんですよ、今。ね、昨日も言ってましたけど。今日で丸2日目かな。この午前0時、夜中の0時を過ぎたら2日目、3日目突入か、今日。で、これから、行ってきますけれども、まあ、いつも通り仕事にね。それで、帰ってきてまた何も食べない。で、土曜日に、向こうの家に行くんで、それでご飯を始めて、よく噛んで食べたいと思います。それで、休日は、土日はコーンスープ、クノールのクックドゥ、コーンスープを、トウモロコシのコーンのスープを、たしなみ、飲みたいと思います。ほんで、それで、ほんで、もう冬なんでね、食べ物といえば、おでんの季節がやってまいりましたね。セブンイレブンとかで、セブンイレブンのは体に良くないって言いますけど、やっぱ家で作るおでんなんかは、ちくわぶ、はんぺん、あとはごぼう巻き、あとはウインナー巻きなんか美味しいですよね。あと、大根。で、卵はやっぱりからしがあってこその卵ですよね。からしはつけないと、ウコンですからね。それ色素。暑い日ね、熱々の鍋なんかにね、これでっかく作ってね、最近食べましたけど、魚のすり身ね。やっぱり冬は美味しい。静岡の屋台とかでね、こう、みんなでこう、ね、お酒を飲みながらね。自分はお酒は飲まないんですけども。代行ってあるじゃないですか。ほら、飲んだ人を、その人、代わりの人が運転して自宅まで送ってくれる代わりに。高いですよね、タクシーみたいですよね。3000円から取られるんですか？わからないです。そこは、僕は。だから僕は飲まないで、例えば2、3、まあ、例えば2人で行ったとします。そしたら僕は飲まないで送り迎え。アッシーって言うんですか？ 90 年代で。おでんうまいっすよね。おでんはね、おでんはほんと昔から好きですね。こっちはね、巾着も美味しいです。中に餅となんか鶏肉みたいなのが入って甘いやつがあるんですよね。あれも美味しい。でも、あれですよね。コンビニの前にあったら、これあるじゃないですか。ケール。それで、こんなね、指なんか、ちょんって。ちょんちょんなんてやったら、汚くなりますよね。ね。あんな、ね、コンビニのレジの前にあんなね、置いとくのはちょっと、どうかなと思いますね。衛生上。だったら、ね、ちゃんと蓋を閉めとくとかね。蓋、オープンなんですもん、いつも言ったら、セブンイレブンとかね。これ、どうなのかなと。フランクフルトとかホットドッグの中にありますから、それはステイっていうことでいいんですけど、ステイっていうのはそのままでいいっていうこと。辛い。絶食辛い。皆さんもやってみていかがですか？絶食。もう僕なんか昔は一週間は平気でできましたけど、今なんかは、
辛い辛い、2日でもギブアップですけど、ねえ。でも2日目今日今起きたんだけど、頭痛がしてるんですよ。だからなんか、ちょっとね、あと、ちょっと、だるい。力がこう抜けるような感じ。うん、で、2014年の1月から3月から話変わりますけど、大雪が降ったじゃないですか。で、あれ以来、あんなね、こっちの方も関東も80センチ積もったところもあるし、車も埋まっちゃって、あの時はスコップで雪かきしてね、うん、あの時はもう本当に危なかったっていうか、もう外出られなかったですもんね。JAF っていうの、JFF、JAF、JFK じゃないですよ、ジェフ・ウィリアムス、懐かしいですね。藤川。あとは、久保田こうじゃないか。僕は阪神なの JFK は、まあ、懐かしいのは懐かしいですよね。2005年ね。岡田監督が、俺が責任持つからやれや。やっとかい、2005年なの。優勝したとき、金本さんが最後フライで取って、ね、優勝したんですよね。僕はあの時向こうのアパートで見てて、で、阪神好きのやつからすごいなんかメールが来て、なんかすごいんですよ。チェーンメールみたいなのをみんなに回して、阪神優勝やったーって絵文字で、なんか、ハッピーバースデーみたいなあのクラッカーパーンって絵文字と、みんなちょっと引きましたよね、あれはね。俺阪神あんま好きだけど、あの時は、ロッテを応援したからね。ロッテが優勝した次の日すぐコンビニ行って、ロッテガムを買ったんですけど、千葉ロッテマリーンズの M って書いてあるガムがあってて、結構美味しかったですね。2005年。ちょっとごめんなさい、ちょっと舌ね、吐いてない。7分か。今日はこの辺で、やめとこうかな。ちょっと眠いし、また二度寝するから。やっぱついね、大食い飲みちゃいますね。絶食してるときって。豚ヒレ丼とかね、ラーメンとかね。寿司、今だったらもう、40皿ぐらいいけそうな勢いだけど、絶対そんなにいかない。20皿で終わりだよ。僕も2001年見たことあるけど、テレビでね、生で。フードバトルクラブっていうのがやっぱね、系列やってたんですよ。それで白田と、やっぱりあれは見たことあるんだよな。小林滝はやっぱり。うん、あすごいよね。ネイサンズホットドッグでも、あれ世界記録でしょ。僕的にはね、白田さんが一番好きです。大食い会が。あと、岸さんも好きだった。あ、これ言ったよね。皇帝騎士なの。すごいでしょうね。テレビチャンピオンあの時代面白かったですよね。今は、あんまね、テレビも、過疎化、ほんと過疎化が急速になってきちゃって。だ YouTube が出ちゃったんですね。オーナーキンプラス断食やってるんですけど、まあ本当に、この下半身の下の方が、湿疹みたいな赤くなることがあって、今日は球具全体がちょっと赤いような気がします。オーナーキンしてる成果ですね。調子は、まあ、絶食のあれもありますけど、ちょっとメンタルも落ちてますし、免疫力も落ちてると思います。だけども、力がとにかく抜けています。はい、ということで、おなき5日目でした。またの、ありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。